はい、誠一です。今回はですね、沖縄の移住するときにね、住みたい市町村っていうのをね、話していこうと思うんですけれども、インスタライブね、毎週一応ちょっとやってるんですけど、その中で、毎回テーマ決めてか、なんかこんなのどうですかって言ってフォロワーさんにね聞いてるんですけど、僕おかげさまでね、インスタのフォロワー数が1万4000人ぐらい今フォローしてくれてて、でその人たちにいろいろ聞いてるんですけど、今回ね結構面白かったのが、沖縄移住するときに、住みたい市町村ってどこですかって言ったらね、かなりの数のね回答をいただいたんですよ。見えるか、こんな感じでね、すごいいっぱいのね人たちからの回答をもらったんですね。だから集計してね、それをね、ちょっと伝えたいなと思います。結構やっぱ沖縄好きな人たちっていうのが多いし、あとは、結構ね、現実的にね、答えてくれてる人たちもいっぱいいたんでね。なので、シェアしたいなっていうのと、あと、あとはね、やっぱり、みんなもね、もし、移住したいっていう時にね、ここはこんなだよっていう感じで、僕もね、伝えられるところあると思うので、それも含めて今日ちょっとね、5位から1位までっていう感じでね、話していきたいなと思います。結構ね、僕的には意外でした。意外かな。意外かなっていう感じでしたね。はい。なので、じゃあ早速ね、一応行こうかなと思うんですけど、どうですかみんな。どこが1位かなとか、自分がどんなとこ住んでみたいなとかってね、ありますかね。ありますよね。はい。ただイメージしてもらってね、ちょっと違うのかどうかっていうのも楽しみながら見てほしいなと思うんですけど、早速ね、5位ね。5位なんですけど、5位はね、2つありました。同率でね、あったんですけど、まず1つ目がね、那覇市でした。那覇市。はい。と、うるま市ですね。はい。那覇市とうるま市でしたね。で、もうここで意外じゃないですか。もう那覇市はね、結構上位だと思って3万以内ぐらいかなと思ってました。やっぱり、便利だし、県庁所在地だしってなってたんで、ライブ中もね、言ってたんですよ。那覇あんま少ないなって話してたら、やっぱね、みんな言ってたのは、やっぱ那覇に住むぐらいだったらね、都会だからデイジ。もう他のでもいいんじゃないっていう感じでね、言ってたりとかしてたんで、確かにデイジ都会じゃないですか。他の地域、東京とかね、確かに比べたらそんなにね、都会じゃないっていうのは思うかもしれないんですけどね、他の県に比べたら結構都会ですよね。モノレールもボンバンバン走っててね、車の交通量も多いし、観光客も多いし、外国の方もいるし、うちなんちもいる、県民もいるっていう感じでね、すごい、都会なんで、ただね、僕なんかからしたら結構住みやすいんですよ、やっぱり那覇ってね。やっぱ那覇がビジネスもあるんで、やっぱ仕事するときにね、みんなが通ってくるし、宜野湾とか浦添とか豊見城の人たちとか、西原とかもそうですけど、そういう人たちっていうのは仕事しに来るしね。で、やっぱ飲んだら、代行で帰らんといけんとかね、電車がないんでね、やっぱり大変なんですよ。でも飲むところとか遊ぶところって那覇が多いから、やっぱ那覇に住みたいっていううちなんちの人たちって結構いるとは思うんですけど、でもやっぱり県外からね来られる人たちからすると、ちょっと都会すぎるやんにっていうことでね、那覇は5位ぐらいでした。でも言ってもね、一応5位とか、そうだね、でも1位と5位っていうのは結構票数で言うとかなり離れてたんですよ。だからやっぱ3位ぐらいまではね結構拮抗してたんですけどね、5位とか4位とかっていうのはちょっと離れてました。そんな中で、うるま市、反対側ですよね。全然違うところ。なんですけど、うるま市が5位だったんですよね。で、ここは、広い、合併してから広くなってるってのもあるしね。どこって言ったらみんな結構いろいろイメージするとこあると思うんですけど、意外だったなと思うのは、58号線沿いってね、みんな、女さんとかもそうですけど、みんな一応旅行に来た時もね、結構、イメージできると思うんですけど、全く反対側なんですよ。反対側の海に面してるところで、有名なところだと池井島とかね、あの辺のあたりなんですけどね、ここは僕なんかからする感覚だとどうかな、一応高速が遠いとかね、ちょっとあんまり交通の便良くないねっていう感じなんですけど、遊びに行くところにね夜からあれだけど、うるま市の人たちっていうのは大体沖縄市で遊びます。で、那覇とかまで行くっていう、遊びに行くっていうのはやっぱ飲んだりとか、そういったことはできないので、遠すぎてね。だから飲むって言ったら沖縄市で、本当に遊びに行くって言ったら、那覇にちょこっと行ってね、入ってくるっていう感じではあるんですけど、大体その、あの辺りの繁華街っていうのは沖縄市になるんで、それだったらちょっと、あの辺りで栄えてるところで住みたいって言ったら沖縄市が入ってくるかなと思います。でも今回のランキングには沖縄市入ってないです。5位までにはね。入ってないので、人気はもちろんあると思うんですけどね。沖縄市とかでもいいのかなと思いますね。はい。うるま市、沖縄市ですね。僕なんかからしたらちょっと不便かなっていう感じだけどね。いいかもしれない。昔ながらの街並み、そう、あるからね。いいかなと思いますね。はい。で、次、4位ですね。4位。
ここは結構意外、まあ意外、うん。そうだね、意外だったな。まあ、読谷村でした。読谷村。読谷って言ったら、もう、移住の人たちは結構いっぱいいるとは思うんですけど、まあ、もう僕なんかね、県民の人たちとか、うちなんちからしたら、そんなにね、もう住みたい街ランキングとかに入る感じしないんですよ、一応正直ね。だけど、やっぱり読谷は、まあ、県外のね、移住者の人たちも多いし、まあ、そういうコミュニティもあるみたいなんですよね。で、外国の、まあ、軍人の方々が住んでるっていうのもあって、まあ、結構ね、多様だし、面白いよっていうのと、あと海に近かったりとかするしね、うん、独自の、まあ、ちょっとね、あそこって読谷って全国でも、まあ、一番村の中で、村の中で人口が多いっていう感じで、しかもね、隣接してるところがあんまないんですよ。尖ったところにあるからね。だから、位置的に。だから、隣のところがなくて、まあ、読谷の人たちって結構地元意識強いっていうような感じのイメージがあって。だから、僕なんかから行くっていう、まあ、行って住むっていうのもなかなかなんかイメージできんなっていうのもあるんですけど、うん。ただ、読谷って、まあ、便がね、まあ、58号線出たらすぐやしってなるんですけど、高速とかが近くないとか、そういうのもあって、まあ、そんなにね、みんななんか便利だよねっていう感じではないんですよ。なんですけど、住みやすいとか、やっぱ、あとはまあ、まあ、やっぱ雰囲気がね、デジーし、仕事も結構あるっていうね、農業もそうだけども、結構あるっていうのがイメージかなと思いますね。うん、ここは中部です。中部ですよ。うん。はい、読谷が4位でした。はい。で、ここからが、まあ、ベスト3ですね。ここからは結構ね、もう、数がぐっと上がってます。全然違ってましたね。はい。みんな、どうですか？何個イメージできますかね。わはね、結構ね、この3つって言ったら、まあ、うん、まあそうだよなっていうのもありながらも、あ、まあ、結構でもやっぱみんな移住者の方々はこういう風な感じなんだなっていう風に思いました。はい。なんて言うんだろう。ギャップがあるなっていう感じでしたね。はい。じゃあ3位ですね。3番目が、3位ね。3位が名護市でした。名護市。うん。みんなわかりますよね、名護市ってね。まあ、北部の一番栄えてるところです。中心ですね。隣が元部ってて、美ら海水族館があったりとか、まあ、高速の一番最後ですね。那覇から行った時に一番最後、巨田とかね、ああいう道の駅とかすごいまあ有名ですけど、あの辺り。あそこ、名護大きいんですけどね。ここが名護。名護がね、3位でした。うん。で、実はね、僕、名護に住んだことあるんですよ。大学の時は名護だったんですけどね。一人暮らししててね。名護に住んだことあるんですけど、もう、僕は逆にね、名護は一番おすすめしたいと思ってたんですよ。名古屋デイジー一番いいよっていうことでね。まあ、やっぱり、まあ、沖縄の人たちの中でも名古屋人気だし、まあ、北部の中でも一番の繁華街っていうのもあるけど、そんなにね、栄えてるわけでもない。今からまあ、開発されてってね、結構道とかも万内通ってきてるから、まあ、トンネルもね、今掘ってるし、なんかちょっとね、まあ、確かにちょっともう、なんか開発されるな、ちょっとあれだなっていう感じはあるんですけど、まあ、いいぐらいでね、今はね、便利さの方がね、追っかけてきてる感じでね。まあ、住み心地もいいし、夜になったらね、昔はね、大学の時とかはね、もう本当にね、虫の声と、星も綺麗だし、そんなに街灯もなくて、飲み屋さんとかもね、まあ、繁華街、市街地ってあるんですけど、そこ行ったらありますけどね、本当にこじんまりしたようなところが、点々としててっていうような感じで、すごい住みやすいところでした。で、地元の人たちも結構優しくてね、うん、名護の人たちって結構優しい気質なんですよね。だから、まあ、いろいろね、友達もできたりとかしてよかったなって思うんですね、名護。で、名護は今からまあすごい開発が進んでいくよねっていうタイミングではあるんでね。なので今ちょっと家賃とかも上がってるっていうのはちょっと聞くんですけど、まあもちろんね、中部南部に比べたら安いんでね。なのでそれ考えると、まあ名護やっぱまあでもみんな知ってるんだはずね。多分ね、名護だったら、別にね、遊べるとかじゃないし、でもその中でも繁華街じゃないですか。だからみんなよく知ってるなと思います。まあこれがね、例えばまあ離島みたいなところだったりとか、すごい田舎に行きたいっていうわけじゃなくて、ここら辺でね、結構現実的だなっていうのをね、感じました。うん。でも僕が一番おすすめしたいのはまあ名護ですね。はい。はい、じゃあ次、2位ですね。2番目。ここは僅差、まあここからも、ここもちょっと離れてて、1位と2位は僅差でした。はい。で、2番目が、女村です。女村。うん、いやー確かにね、いいですよね。もうリゾートホテルがあってね。多分泊まったこと絶対ありますよね。みんな一回来たらね、名護は行くからね。ああ、女村行くからね。ああまあ絶対いいなと思うんですけれども、まあ女村が2番目でしたね。2位でした。あまあ女村はすごい確かにいいです。うん、デジー。海も綺麗だし、プライベートビーチみたいに天然のビーチも多いしね。で、まあまあやっぱりね、街並みもすごいうちなっぽくてね、もうリゾートの感じったらすぐね、ピンとくると思います。ただ、回ったからすると、例えばね、まあ中学校がないとか、うん、スーパーとかそういうのもちょっとあんまりなくて、細長いんですよ。
地形としてね。だからあんまりそのなんか便利じゃない。で隣のね石川、まあうるま市ですけども、うるま市に行くとかね、まあ本当に遊びに毎回毎回出るわけじゃないとは思うんですけれども、本当にちょっと娯楽が少ないっていうイメージがあるんですね。だから女さんというとなんか どちらかというとねちょっと住みにくいのかなっていうような感じ。ただですよ、僕おすすめして、まあ名古屋を一番おすすめでおって言ってるんですけど、一個おすすめしてるのが読谷と女さんの間ぐらい、まあ前田岬がありますね、青の洞窟のあの辺りっていうのはデジーなと思ってるんですよ。なんでかっていうとね、まあ、基本的には、まあ、不便は不便なんですよ。ちょっと不便ではあるんですけど、まあ、インターがね、石川の方に行ったらすぐあるし、だし、まあ、女村とはいえね、もう本当に中部の方、もう近いから、あそこからでも、まあ、茶炭までもね、まあ、20分とかで行けるしね。だそういうの考えると、やっぱ、ちょっと近いで便利っていうのもあって、で、なんで名護の方が僕は絶対いいやつだと思ってるのはなんでかっていうと、名護の方がやっぱまあ便利は便利なんですよ。スーパーがあったりとか、あとまあなんか遊ぶところもちょっとあったりとかっていう感じで、まあ名護市でね、まとまってできるんですけど、女村の場合っていうのは、やっぱりどうしてもちょっと遠く行かんといけん。もう買い物だってのもそうだし、そういうのもね、遊びに行くところもちょっとね、ちょっと離れないといけないんですよね。車で行かないといけない。だからちょっと大変やすさってのもあって、だから、まあ、女村よりは、名護の方がいいのかなと。だけど、やっぱ沖縄のね、まあ、ロケーションとか、このさっき言ってた、前田岬の近くのところっていうロケーションとかもう抜群だからね。だからそういう意味では、女村の、まあ、ど真ん中ら辺、まあ、狩牛とかね、テラスグループ、マリオットとか、あと、ブセナとか、ああいうところがあるところよりも、もっと南部、もっと南の方、もう、本当にルネッサンスリゾートの近くら辺が一番いいんじゃないかなと思いますね。僕はだからその辺がいいから、まあ、2位のね、女村を、まあ、最初にね、どこに移住した方がいいですかって言ったらね、沖縄っぽさが残ってるか、いいよとは言うんですけれども、住みやすさとかね、2になってくると多分名護でもね、全然大丈夫なんでね、名護がいいかなと思ってますね。まあただ、女村の前田岬あたり、読谷との間ぐらいっていうのは、まあ本当にそこもおすすめです。はい。じゃあ、最後ね、1位ですけれども、どうですか皆さん、わかりますかね。これだけ並んでたらもうわかるかなと思うんですけど、で、2位のね、女村と電子僅差でした。はい。1位はね、茶炭です。茶炭町でした。はい。やっぱりね、茶炭は強いですね。うん。もう、まずおしゃれ。デージおしゃれだし、まあもう本当にね、沖縄だったらね、那覇、茶炭、沖縄市。この三つがね、もう三大都市ですよね。まあその中でも、まあ独自のね、感じで。まあちょっと、那覇だとやっぱまあもう本当に中心街で飲み屋さんもそうだし、いろんな遊ぶところもいっぱいある。で、便利だよね。で、っていう感じで、もう那覇はもう本当に中心なんですけど、ちょっとね、離れて新都心とか、そういうところも便利だし、首里もあってとか、まあ元々からね、首里、まあ元々琉球王朝の時から栄えてた。で、県庁所在地でもあるっていうことで、那覇。やっぱり空も住みやすいし、いいよっていうのはあるんですけど、まあ、その中でも、沖縄市、元、小座市って言ってね、元ね、一番栄えてたところですね。沖縄の中でもね。そこは、まあ、今だとね、どちらかっていうと、結構アメリカのより文化もね、そうなんですけど、そういったところなんですよ。で、ちょっとディープな街っていうイメージありますよね、今でもね。うん、沖縄市。まあ、そこも沖縄市もね、もう、まあ、飲んだりとか遊んだりとかするところもあるし、いろんなね、まあ、中部の中心街なんでね、うん。さっきもあったんですけど、うるま市からも来るし、遊びにも来るしっていう形で、沖縄市っていうのもすごい栄えてます。だけれども、また全然違う形で、茶炭っていうのはね、アメリカの文化もそうですし、沖縄っぽさっていうのもミックスされながらも、すごい、まあ、アメリカンビレッジとかね、すごいもうおしゃれな街っていう、もう、なんて言うんだろう、独特なね、街づくりしてますよね。もうコンセプトがもうバッチリ決まってるっていうような、街づくりしてます。ここはね、もう本当に、茶炭町ですけれども、町と、この、アメリカンビレッジとかの街づくりしてる人たち一体となってね、もう茶炭は全部一体となって街づくりしてますから、まあ、全然ブレてないですよね。すごい大きい街を、こんだけね、おしゃれな形で作っていく。そういうコンセプトをね、まあ、2、30年前からずっと打ち出してやってるっていうところで、しかもまあ、近くにね、すごい住みやすい砂辺とか、ああいったところもね、住みやすくて、まあ、町だしね、そんなに人もいないんですよ。うん。で、そんな大きくもない。で、まあ、海も近いし、あれだけおしゃれな街になっていて、で、海沿いじゃないね、茶炭ってね、沖縄市と隣接してるんですけど、もうちょっとね、内陸のところに行くところもね、すごいおしゃれですし、そこも人気なんですよね。うん。で、
ちょっとアメリカのね文化もあるんで、あの外人住宅がいてて、まあ今の米軍基地の人たちが外で住む時にモチャタンっていうのはすごい人気でね、あのいっぱいあるんですけども、だからちょっとね家賃とかっていうのは高いっていうイメージもあるんですけど、さっき言ったように内陸の方に、まあ内陸っていうところでもないけど、もうちょっと上がっていく沖縄市の方に、中の方にグッと入っていくとね、そんなにまあすごいベラボーに高いとかではないんでね、だからそこからチャタンで遊ぶっていうのも一ついいのかなと思いますね。ただもうダントツもうこのね1位にチャタン女村っていうのはダントツでした。本当にね、やっぱりまあ沖縄っぽいですよね。こんなまあチャタンみたいな街なんてないからね、やっぱね、あのもう最高ですよ。サンセット見るのもそうだし、まあ、あのアメリカンビレッジからずっとあるね、サンセットビーチ、アラハビーチのところとかっていうのも、もう外国のね、外人の人たちもそうですけども、あっちに住んでる人たちが、まあ、ランニングしてたり、あの、犬の散歩させたりとかしてね、まあ、サンセットを見ながら歩いてるとかっていうのはね、まあ、すごい雰囲気もいいしね、ああいう、まあ、生活ってやっぱみんな憧れますよね、やっぱね。だから僕なんかも見ててもね、まあ、僕なんか世代ですから、チャタンの世代、あの、自分なんかの時に、例えば、アーティストの人たちがあの観覧車の下でね、あのどんどんブレイクしていったとか、まあ自分なんかがあの中学高校の時の一番おしゃれな街ってことでね、さあの美浜のセブンプレックスっていうあの映画館ができて、すごいナイトマーケットとかすごい栄えていって、どんどんね発展していったっていうところがあるんで、僕なんかもやっぱみんな好きです。チャタンの歴史ってそんなにねあのないのでね、今ね、だから今風でありながらもすごいもう街全体のコンセプトが固まってて、すごいいい街なので住みやすいんでしょうね、やっぱね。もう朝のねあの砂辺ら辺とかも最高ですからね。サンセットもこんだけねこうやって散歩とかしても最高ですけど、朝ね、朝とかもすごいいいですからね、ほんとね。あの辺はねちょっと異国な感じもありながらも、ちょっと中入るとうちなっぽさもあって、であのね観光客の方々もいっぱいいますけれども、あれだけねまあリゾート感たっぷりの街並みっていうのはね最高なんでね、やっぱチャタンワーモスみたいなと思いますね。はい、まあそんな感じのランキングでした。はい、まあどうでしたかね、みんなね、チャタンが1位ってみんなどうなんですかね、思ってたのは、まあ恩納村とか名護とかねその辺かなと思ってたんですけど、結構チャタンかと思って、まあチャタンもねもちろんいいよとは思うんですけれども、もうちょっと沖縄っぽいところがいい好きなのかなと思ってたら、結構ねあの1位2位はねあのもうダントツでポッと出てたの であとは那覇が入ってないっていうのも不思議だなとかね。まあ一応ちなみにね6、7、8、9ら辺ではね、まあ本部とかまあ沖縄市とか糸満とかまあ那紀神とかね、まあ浦添宜野湾っていうねちょっと近いところは地元もね入っててちょっと嬉しかったんですけどね、まあやっぱり那覇に近いところなのかも、もう極端にねやっぱ上の方がいいのかっていうところはあると思うんですけど、本部とかまで行くとやっぱ高速から遠い、まあ沖縄だと一番は高速道路に近いところがやっぱ便がいいっていうね、そういうまあイメージっていうよりも本当にそうなんですよね。だからあの高速道路中心に結構考える、電車がないんでね、やっぱそういう風に考えていくと、本部とか那紀神になると本当にねちょっとじゃあ、 あの遊びに行こうかとかね、まあちょっとなんか必要なもの買いに行こうか、那覇に行こうか、沖縄市行こうかってもだいぶ遠いからね。だからどっちかというと沖縄市とかまあチャタンとかもそうですけど、そこから遊びに行く感覚で本部とか那紀神とか、まあ北部の方に行くとかね、名護だったらそこが一番ベストですよね。美ら海とかああいう那紀神とかああいうところにも遊びに行けるし、海も綺麗だし、まあ那覇にもね高速で飛ばせば全然、高速で飛ばせて高速走らせてからね行けば全然ね近い、まあそんなに遠くないからね、だから女性よりは名護かなとかね、そういう感じでまあ考えてる、あ、まあ、自分の中のね感覚はあるんですけど、やっぱまあチャタン女村名護という形になりました。じゃあ皆さんどうでしたかね。はい、皆さんはどこに住みたいですかね。もしな、あの、沖縄にね、移住して住むんだったら、どこがいいかなっていうのね。またちょっとアンケート取ってみて、またちょっとね、あの、夏とかに取ったりとか、もうちょっと地域絞ったりとか、あとは、あの、理想とね、現実のギャップっていうところもあると思うんで、まあ、住んでみてよかったところとかね、聞いてみたいなと思ってるんですけれども、はい。まあ、こんな感じでね、ちょっと今回は、まあ、2020年版っていう感じでね、ちょっとあの、アンケート取ったんで、あの、みんなにシェアしてみました。はい。まあ、チャタン、またね、移住の話っていうのはね、あの、いろいろ仕事とか、あと、まあ、コミュニティとかね、青年会どうなって入る場とかね、あと、まあ、地域の中でもね、あの、青年会だけじゃないところ、班だったり、いろいろあるんでね、そういった話もね、もうちょっとできればなと思いますし、コメントね、あの、書いていただければ、あの、あ、こんなのがあるんだな、って言ったらね、動画の方で、あの、出していければなと思います。すみません、編集もね、できないんですけどね、コメント書いていただいた動画の方でね、あの返していくというような形になってますんでね、ぜひ書いてみてくださいね。はい、今回以上です。またあの他の動画もまた見てみてくださいね。はい、ありがとうございます。